寝屋古墳は、大阪府寝屋川市寝屋にある古墳。形状は円墳。大阪府指定史跡に指定されている。大阪府北東部、打上げ川北岸の丘陵南斜面に築造された古墳である。これまでに、墳丘は大きく作兵を受けているほか、1978年1991.1992年に調査が実施されている。 噴霧は円形で直径約22メートル、高さ約5メートルを測る。噴球表面で吹き石、埴輪は検出されていない。また、噴球周囲では北側で幅3メートルの集合が認められる。主体部の埋葬施設は横穴式石室で南方に開口する。石室全長約10メートルを測る大型石室で、 北河内地,地域では最大規模になるが、現在までに多量の土砂が堆積して、石材の多くも失われている。出土品としては調査の際に検出された、末期編のみがある。この、ネア古墳は、古墳時代後期の6世紀末用マイナス7、世紀初頭頃の築造と推定される。北河内地,地域では最大規模の横穴式石室を有するとともに、 付近に古墳を伴わない単独墳として有力市長の存在を示す点で重要視される古墳になる。古墳域は1993年に大阪府指定史跡に指定されている。石室現質主体部の埋葬施設としては横穴式石室が構築されており南方向に開港する。石室の規模は次の通り。 石室の石材のうち、原質部の一部、沿道部の天井石、側壁は現在までに失われている。ありがとうございます。